こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、50代の大人世代はどこのお店で服を買うべきなのかというテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の動画の視聴者の方はですね、30代後半から40代、そして50代の方も結構いらっしゃったりするんですが、これがまた難しいのが、30代後半の方に似合う服だとか、あとは買い物すべきブランドと、50代の方の似合う服だとか、ブランド選びって変わってくるわけなんですよね。まあ、30代の頃であればトレンド感漂うような服なんかも似合う うかなと思うんですが50代になるとトレンド感よりももうちょっと定番的でベーシックに着れる服ですねこの辺りの方が優先度が高くなってくるんですねなのでそれに応じて選ぶべきショップも変わってくるかなとは思うんですがただですねどこのお店で買い物をしたらいいのかわからないというですね50代以降の男性は非常に多いのかなと思いますまあ、僕自身もですね普段個人向けのスタイリストとして様々な世代の方のスタイリングを担当しているんですがやっぱ多いのはですね40代から50代ぐらいなんですけどもその となると GU とかはあまり使うことはないんですよね価格帯抑えめでトレンド感の強い GU だと50代の世代の方だとちょっと雰囲気には合わなかったりするのでやっぱりこの世代に合ったブランド使いというところをしてくるんですねじゃあどのようなブランドとかお店がこの世代には似合うのかというところを今回は掘り下げてしっかりめに解説をしていきたいなと思っています結構この辺りの情報って僕も事前にですねインターネットで検索したんですがあまりですねドンピシャの情報って多くないんですね Google で検索したりだとかあとは YouTube YouTube 上で検索しても、やっぱある程度偏った情報が多いかなと思うので、まあ、今回の動画では、個人向けスタイリスト歴15年の大山俊がですね、忖度なしで様々なブランドの中から、このあたりは似合いやすいんじゃないのかなというところを、しっかり目に解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に50代の大人世代に似合うですね、お店だとかブランドについて皆さんに解説をしていきたいなと思うんですが、本編に入る前にですね、押さえておくポイントをですね、全体像としてしっかりとお伝えしていきたいなと思ってるんですね。まあ、冒頭にもちょっとお話ししましたが、大人世代が着る服としては、価格帯で言うと、すごく安いものよりはですね、ちょっと価格帯を上げて上品なものを選んだ方がハマりがしやすいかなと思います。価格帯が安いものだと、やっぱり生地の質感だとか、 作りという部分でまあ若い世代にはハマりやすかったりするんですが大人世代が着るとちょっとこう上品さというところが出しづらいかなというのがあるかなと思うんですねまあ、若い子であればスタイルも整ってるし髪の量もあって肌の質感もいいのでまあ、ある程度価格帯の抑えた服でもそれなりに見えてしまうんですが年を重ねるごとにそういったフレッシュさみたいなところは失われてしまうのでそういった部分は服の持つ素材感だとか上品さで補ってあげるという感覚がすごく重要になってくるかなと思うのであまりや すすぎるものはは選ばなないいいい方が僕はいいかなと思います、まあ、そういった意味で先ほど GU というところを名前出しましたが、GU の服ってすごく使いやすくて僕も好きなんですけども、似合う世代としては、やっぱりこう10代、20代、30代というところですね。まあ、40代の前半でもトレンド感漂う着こなしが好きな方とか若々しい方には合ってくるかなとは思うんですが、50代超えてくるとなかなか使いこなすのが難しいかなと思うので、GU だとか H&M だとか、そのあたりのちょっと若い感じの価格帯を抑えたブランドを ブランドというのは、ちょっと注意が必要になってくるんじゃないのかなと、個人的には感じています。大切になってくるのは、ベーシックなデザインで、ある程度価格帯も安すぎないことですね。そして、気を照らったものではなくて、自然に、都市総にマッチするような服ですね。このあたりが重要になってくるかなと思うので、そのあたりを踏まえながら、早速ですね、皆さんに、お勧めしたいブランド、お店をですね、ご紹介をしていきたいなと思っています。まず一つ目なんですが、これはですね、ビューティーユースのですね、ワードローブスマートというですね、レーベルと言ったらいいのかな。 こういったシリーズがあるんですが、まあ、ここがすごく50代世代におすすめなので、ご紹介したいなと思っています。まあ、ビューティーユース自体は、まあ、正直ですね、年代層そんなにですね、高くないんですね。まあ、ブランド名にも象徴されるように、20代だとか30代の方にはまりやすいようなブランドではあるんですが、最近ですね、結構ビューティーユースのオリジナルも、大人世代に似合うものが結構増えてきているんですね。なので、僕は今40代前半ですが、トレンド感漂う着こなしも好きだったりするので、ビューティーユースを使うこと結構ありますし、普段の動画の中でも時々ビューティーユース 入れてるかなと思います割と30代だとか40代前半の大人世代に似合うものも増えてきてるという前提はあるんですがただこのワードローブスマートに関してはビューティーユースの中でもちょっと別のレーベルという形でくくられていまして web 限定ではあるんですけども本当にこうベーシックな大人向けの服が特化して置いてあるようなブランドになってるんですねぜひこちらのページをですね見ていただきたいなと思うんですが例えば綺麗な雰囲気のビジカジからカジュアル着まで使えそうなこういったセットアップですね この辺りもしっかりとありますし、シンプルな丸首のニットだとか、無地の T シャツだとか、テーパード型のボトムス、またはニットポロみたいなものもあったりして、僕の中で考えている大人のベーシックアイテムがしっかりとラインナップされているのが、このですね、ワードロブスマートというですね、シリーズになっているんですね。一つだけネックになるのが、ウェブ限定商品ということなので、試着をすることはできないというところなんですが、どのアイテムに関しても、ベーシックで使いやすいものが多いかなと思うので、大きく外すことはまずないかなと思います。あとは価格の面 でもですね結構優秀性がありまして、ビューティーユースの普段の価格帯よりも、感覚で言うと、1割から2割ぐらい安いような感じなんですね。なので、ユニクロだとか、そのあたりに比べれば値段は上がるんですが、50代向けのショップとしてはよく上がってくるような、百貨店ブランドとかもあるかなと思うんですね。このあたり結構気に入ってきてる方も多いかなと思うんですが、価格帯が結構高いので、それと比べると結構ワードローブスマートは、かなり買いやすい価格帯になってくるかなと思います。そして、商品点数としては、 あんんままり多くないいですねここデメメリリッットトとと思思きや僕はメリットだと思ってましてしベーシックで定番的なアイテムっていうのはそんなにたくさんないんですよね。もう口頭でお伝えできるぐらいですね。ある程度品数って決まってるんですね。なので、このワードロブスマートに関しても品数少ないんですが、どのアイテムを取っても外しがないぐらいベーシックなものが多いので、そのあたりは結構使いやすいポイントなのかなと思っています。ただトレンド感が強い着こなしが好きな30代の世代だとか40代 前半の世代には、ちょっと物足りなさを感じるかなと思うんですね。ですが、50代世代であれば、これぐらいのベーシックな感じの方が、圧倒的にハマりがしやすいかなと思うんですね。サイズ化もジャストサイズを目指して作られてますし、そこに対してほんの少しだけ、ユーザーも設計したものもあるので、古臭いような、ドベーシックな感じにもならないというところ、このあたりのサジ加減も含めて、完璧だと思うので、僕は今回ですね、お勧めする3つのブランドの中でも、価格帯だとか、デザインのバランスだとか、そういったものを全て加味した上でも、 結構このワードロブスマートが使いやすいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですねまずはどれでもいいので1着買ってみてサイズ感だとか素材の質感だとかそういったところをまずは確認してみるといいかなと思うのでぜひ皆さんチェックしてみていただければなと思っています はい、続いて2点目の50代の大人の男性に向いているですね、お店ブランドなんですが、ユナイテッドアローズですね。ここはですね、僕が普段スタイリングをする際にもすごく頼りにしているお店ブランドかなと思っています。ユナイテッドアローズって結構ですね、いろんなレーベルに分かれていて、レーベルごとに適したターゲット層ってやっぱり変わってくるかなと思ってるんですね。例えば僕が動画の中でよく出しているグリーンレベル。このあたりに関しては、割とこうファミリー層だとか、休日のパパに 適したような清潔感があって好印象なカジュアル気が多い印象なんですねなので30代後半から40代前半の方に似合いやすいものが多いかなという印象ですそして2つ目ビューティアンドユースに関しましては先ほども出てきましたがやっぱり名前にある通り20代から30代ぐらいがコアターゲットになってくるかなと思ってましてトレンド感の漂う着こなしですねまあ、グリーンレベルよりもさらにちょっとトレンド感が進むかなという感じのイメージを持っていますそしてユナイティタローズというのはどういったイメージかというと結構ですねトレンド ブレンド感というよりは、ベーシックで定番的なアイテムをしっかりと揃えているんですね。そして素材感もすごくいいので、大人世代にはバチッとハマりやすいんですね。で、デザイン的に癖がないものが結構多かったりするので、個人的には40代後半から50代の男性がセレクトショップで買い物をしようと思った時に、ユナイテッドアローズというのが非常に使いやすいかなと思ってるんですね。例えば、象徴的なアイテムとして、まあ、こちらをご紹介したいなと思ってるんですが、レザースニーカーですね。これは、ユナイテッドアローズの中でもアーロンというですね、 レレーーーーベルのものもにににななってるるんでですすが大人世代に絶対にはまるようなレザースニーカーですねこれをしっっかりとオリジナルでで作っているんですねこの辺りもデザイン自体はすごくベーシックなんですけども素材感もすごくいいしシルエットもすごく洗練されているのでベーシック定番というところを軸足にしてるんですがその中でも丁寧に作り込んでるので僕はユナイテッドアローズというのは大人世代には間違いなく使いやすいブランドかなと思いますまあ、ユナイテッドアローズグループの中ではちょっと価格帯が安くはないのでちょっと手が出しにくい にくいいいいいととととととこころろもああるるかかかななな思思ううんでですすがが少数性のしっかりとしっりたお洋服を揃えるのであればユナイテッドアローズというところはままず間違先ほどご紹介したビューティアンドユースの中のですね、ワードローズスマートに関しては、価格帯もうちょっと安めで買いやすいんですね。ですが、やっぱり試着をすることができないというところで不安に感じる方もいらっしゃるかもしれないので、そういった場合はユナイテッドアローズですね。こちらは店舗に行けばしっかりとアイテムが揃っているので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。で、結構ですね、ユナイテッドアローズに関し てはビジジネススカジュアルだととかかーツタイとかこの辺りも充実してるんですね。なので、このようなちょっとビジネスっぽいものを軸足にしながら、それをちょっとカジュアルに落とし込んだようなセットアップなんかもすごくおすすめですし、シャツだとかニットだとか、こういったものもすごく使いやすいものが多いんですね。まあ、ベーシックっていうところで言うと、ユニクロと比べてもデザイン的に結構被ったようなものもあったりするんですが、ベーシックだからこそ、素材の質感だとか、細部のバランスというところがすごく重要になってくるので、この辺りを定義 ユナイテッドアローズはすすごく使いいいいい勝手がいいんじゃななのかなと思っています僕の中でもセレクトショップのオリジナルっていうところで言うと40代後半から50代の方におすすめするのがやっぱりユナイテッドアローズが多くなっていてそしてちょっと癖があるのがトゥモローランドなんですね結構トゥモローランドもですね大人世代に似合うと思っていてお客さんと一緒にですねお店に足を運ぶこと少なくないんですがアローズの方が定番的で使いやすいでトゥモローランドの方が少しだけエッジが効いているので面白いです みたいなところが出せるのでこのあたりはファッション感度の高さで選んでいただくのがいいかなと思います一般的にはユナイテッドアローズの方が使いやすくてティモロランドの方がちょっと凝った感じの着こなしができるかなと思うのでそういった使い分けをするといいんじゃないのかなと思っていますお近くに店舗がある方は足を運んでいただきたいなと思いますしウェブで買ってもそんなにですね外すようなことがないようなベーシックなものが多いかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、続いてラスト3点目のですね、50代の大人世代に似合うブランドお店なんですが、ユニクロとプラステの掛け算ですね。まあ、ここをですね、ちょっと解説をしてみたいなと思います。先ほどご紹介したビューティアンドユースだとかユナイテッドアローズに関しましては、お洋服全体の価格帯で言うと、中価格帯よりちょっと上ぐらいの立ち位置かなと思うんですね。ですが、このあたりの価格帯で全身をコーディネートしようとすると、結構予算が必要になってくるんですね。そうなると、さすがにちょっと手が出ないなという方もいらっしゃいます。 あるかなと思うんですねなので、部分的にこのあたりのブランドを使いながら、ベースとなるところはユニクロをうまく使ってあげると予算を下げることができるんですね。まあ、例えばユニクロのボトムスなんかはすごく優秀で、スマートアンクルパンツだとか、感動パンツみたいなものですね。シルエットが割とベーシックで使いやすいものに関しては結構高見えするので、僕は揃えておいて間違いがないのかなと思います。そして全身の中でもボトムスってそこまで視点が集中しないんですね。なので、高いものと安いもの、確かに ピンンポイントでで見れば違いはわかるんですが全体像でバックリ見るとそこまではわからないのでボトムスに関しては予算を下げるというのはいいんじゃないのかなと思います。あとはインナーの T シャツだとか内側に着るニットなんかに関してもその上にですねアウターを着ることで割と見える分量としては少なくなるのでこの辺りに関してもユニクロで予算感を抑えるというのはすごくいいんじゃないのかなと思います。だけどもアウターとかそういったものに関してはやっぱり一番主役級に目立つものなのでユニクロじゃない方がいいかなと思って まままししててセレククトトショッップのののオリリリジナルだととととかかかこの辺りをううくくミックスすすると価格的にもメリハリがつくかなな思思でお勧めしたいいポイントかなと思っていますそしてユニクロもいいんだけども、そのユニクロの上位互換バージョンとしてあるのがプラステという存在かなと思っていまして、これもですね、40代に似合うブランドとして皆さんにご紹介してますが、結構50代以降の男性にも似合うんじゃないのかなと思っています。で、プラステに関してもユニクロと比べると圧倒的に商品数が少ないんですね。この商品数の少なさっていうのは僕はですね、 かえって選びやすいなと思うんですね。これはワードロプスマートの時にもお伝えしましたが、ベーシックで使いやすい服っていうのは、正直数はそんなに多くないんですね。ですがユニクロぐらいの規模になると、いろんなバリエーションの服を揃えておかないといけないので、その結果たくさんの商品の中からピンポイントで商品を選ぶのが難しくなってくるんですね。ですがプラステに関しては商品数が少ないので、結構外しがないというところ、このあたりも嬉しいポイントかなと思います。どれを見ても定番的ベーシックで使いやすいですし、 ユニクロが持つ素材感の良さだとか機能性というところもちゃんとですねうまくミックスされてるのでそのあたりも含めて使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますあとは価格帯で言ってもセレクトショップのオリジナルと同価格帯ぐらいなので使いやすいというところですねで僕はプラステっていうのはここ最近はちょこちょことご紹介してるんですが以前はあまりご紹介してこなかったんですねこれなぜかというとちょっと裏話的なところになるんですが価格帯がセレクトショップと同じぐらいなのでどちらを選ぶのかっていう優位性で言うとまあ あ、んまり大きく変わらないので、セレクトショップのオリジナルをご紹介することが多かったんですが、まあ、プラステというところの良さっていうのは、ユニクロの上位互換バージョンなので、普段ユニクロで買い慣れてる方が、そのままちょっと価格帯を上げてプラステを買っても、普段持ってるユニクロとの相性もいいですし、割と感覚的にスムーズに入りやすいかなと思うので、そういった点でプラステってやっぱり存在意義があるかなと思うので、ユニクロとプラステをうまくミックスしながらコーディネートを作っていくのもすごくいいかなと思うので、アウターだとか主役級に あとはニットなんかもちょっと綺麗なカラーのものなんかはプラステで揃えてあげるとメリハリの効いた着こなしができるかなと思うのでユニクロをかけるプラステというのもすごくバランスがいいかなと思うので是非皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では50代の大人世代に似合うブランドお店参戦というテーマでお届けをさせていただきました。結構ですね、この動画を撮るにあたって僕もですね、これまでの経験を活かしながら色々と考えたんですね。どういったお店がいいかなと思った時に価格帯を上げればもっと選択肢はいっぱいあるんですね。大人っぽく着れるような上質なブランドはあるんだけども、あまり価格帯を上げすぎるとちょっとリアリティというところで再現性が出しづらいかなと思うので、 そこら辺は入れてないんですね。まあ、ある程度普段の着こなしの中からちょっと背伸びをして買える価格帯までというところを考えると、ユナイテッドアローズだとか、プラステだとか、ビューティアンドユースのワードロブスマート。このあたりが癖がなくて、ベーシックで使いやすくて、着るだけで気分も程よく上がるというところでは、すごく優位性があるかなと思ったんですね。正直、全身ユニクロでも50代の男性、そこそこ素敵に見せることもできるかなと思うんですが、やっぱり自分の気持ちが上がるかどうか、自信を持てるかどうかというのも、結構この世代に は重要かなと思うので今回はちょっとセレクトショップのオリジナルなんかも入れながらご紹介させていただきましたどれもお店に行けばそんなに失敗しないようなベーシックなものが揃ってるショップかなと思うのでぜひ皆さんも今後のお買い物の際にですね一つの参考にしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましま は YouTube ののメンンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんから頂い,いたご質問にその場でお答えする形で、わいわい楽しくやっていますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、動画ではなくて、写真や文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が最近買ったものなんか ですね。どんどん皆さんにお届けしています僕もほぼ毎日ですね記事を書いていますし僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるような場所になっていますのでよかったらこちらもチェックをしていただきたいなと思っています最後番外編です最近のマイブームでメンバーシップとサロンの告知を終わった後にですね番外編を入れるようにしてるんですが、まあ、今回ご紹介した3つ以外にもう一つだけお勧めしたいのがこちらですね アウールというブランドですね。まあ、僕の動画の中ではデバイスワンというスニーカーを皆さんにご紹介してるかなと思うんですが、アウールは結構40代後半から50代の大人世代にはバチッとハマるブランドかなと思います。先ほど本編でご紹介した3つよりも価格帯は上がるので、ちょっとですね、一般向けではないかなと思うんですが、せっかくだったらちょっと上品なものを持ちたいなというのであれば、アウールは使いやすいと思います。まあ、僕ら世代にとっては結構ですね、馴染み深い元メンズクラブの編集長だったトガさんですね。トガさんをクリエイティブディレクターに迎えて、 で、デザインにはですね、純橋本の橋本淳さんが入ってるので、そういった点でもかなり本格化なんですね。で、ちょっとイタリアっぽい着こなしをベースにしながらも、着心地の良さだとか、機能的に動けというところもちゃんと抑えてあるブランドで、ビジカジュアを組むのが一番使いやすかったりするんですが、綺麗めなカジュアルもすごく強かったりするので、このアウールというところもチェックしておくと、さらにアップデートができるかなと思うので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。